どうも、ヘルザレットです。それでは、ウィッチャー3やっていきましょう。今回はですね、サイドクエストをしようかなと思いまして、前回ね、一つ話終わったんですけど、続きがちょっと気になるので、再びクルックバック出現いきたいと思います。ダウオレンで伯爵とアウト。まあちょっとね、人波乱ありそうな感じ。周りうるせえな。めっちゃ騒いでたけど、売り物を見せて。そこは無視して。まあね、高いよね相変わらず。まあ今日かというか、そろそろ修理道具とか売ってないかな。防具なんだよね。まあまあ、じゃあな。まあ準備もちょっとしたんで。お前ら、あのメスの怪物をやっつけに行かないか。鍛冶屋の娘か、あのスキッパの。悪くねえ、あのおっぱいは怪物だよ。さあ、下水話があるが、まあ、とりあえずファストトラベルして、そうだね、目指しますか。まあサイドクエストなんで、ね、そんなに長くなることはないかなと思うんだけど、まあ伯爵の男爵か、男爵の最終的な話の終わりが見れるのはいいんじゃないかと。いやー、なかなか長かったからね。まあでもちょっとね、これしないとキレが悪いというか、そんな感じなんでね。どこだどこだ、あったあった、結構やっぱ遠いよね。じゃあダウオレンへ行きましょう。さあダウオレンへ着きました。ダウオレンは前助けたところだね、村人をね。助けたか助けたでいいのか。何があった、ドロドロの復讐劇でも繰り広げた。はあ、なんかちょっと荒れてるね。以上だと、一体何のことだ。恐ろしい馬の化け物だ。みんな行かれちまって、喧嘩を始めて、武器で殺し合って、誰かれ構わず。森の精霊だ、自分を消そうとした者たちに復讐に来たんだな。正気を失わせて。ゲラルト、よく来てくれた。こいつらの話が要領を得なくて困っていたところだ。一度無知の味を覚えさせて立場を分からせないと。あの領主様、それは、ええ、奴らも言ってました。つまり、あの女は、森の暗黒の亡霊だって。誰がそう言った。ウィッチハンターです。さっきここを通って、沼地の、村の方へ。若い女が死去をしていて、母親のことを尋ねてました。若い女、ゲラルト、急いで行かねば。まあ行きますか。そうだな、賛成だ。手下を集合させよう。さあ、若い女となると、呪われた妖魔どもを狩り殺す当人たちのことなのかどうか。特にサイドはなしと。じゃあ行きますか。ここから出る疫病混じりの風が村人の頭を腐らせる。妖魔だと、くだらん。泥臭い村人どもめ、何を企んでいる。妖魔は実在する、すぐにわかるだろう。あーってことは対面するのかな。行かれたばあさんが村人たちをたぶらかして頭の中をかき混ぜてる。アンナが奴らと一緒にいるのは彼女の優しさからだろう。いつもそうだ、
黄金のような正しい心、うん、よう言うわ。まあアンナが誰なのかちょっと分かんないけど、あの人がアンナっぽいんだけどね。さあどうなることやら。そろそろ着きそうだね。お、早速さあ銀の剣を出して、沼地の中を進んでいくと、悪魔の生贄にしてやる。おいおい、どれだけ待たせる気だ。さあ、ドラウナもレベル9か、それなりに強いもんな。さあ、錯乱状態にして、男爵がやられそうになってたが、怪物の耳。あれ味方やられてるぞ。味方、一人やられてるぞ。大丈夫か。もうビビってますね。いやーマジ面白い。もうちょっと早く動いてくれてもね。さあ目的はこっちと。いて、いきなりか。爆発。あら、とりあえず爆発されると困るな。さあ、オーストラハグは早めに仕留めたい。さあ、食料。やばいやばい、味方がいつの間にかパンチになってるし。さあ、今のは何だ。ウォーターハグだ。そんな恐ろしいもの、どっから来たんだ。意外といいアイテム落とした。あ、剣だ。いやー、味方ボコボコやられていってるけどね。さあ、アクセジーか。火はね、なんか一緒に焼きそうでね。おー、なんか戦ってる。そうそう、話があって、まあ人数多いからね、やられることはないだろうけど、まあわざとウィッチハンターとは。ああ、ビッチャー、考えを変えたの？父からお金でももらった？怖いものなしだな。お友達を連れてきたのか。怖いものはない。永遠の炎がついてる。危害を加えるつもりはない。娘か。タマラ、愛しい娘よ。やっと戻ってきたか。
さあこっち抱きしめさせておくれ。近寄らないで。母を助けに来たの。あなたのように沼地に放ってはおけない。俺がここにいるのはアンナを連れ帰るためだ。させないわ。あなたを母さんには触れさせない。絶対に許さない。怒るのも仕方ない。俺はいい夫でもいい父親でもなかったからな。分かってる。だが俺は変わった。ゲラルト、娘に言ってやってくれ。男爵そうだね。アンナを探そう。喧嘩はやめろ。アンナを探すんだ。フンヌと熱情は必ずやそのものを破滅に追いやるであろう。こいつは一体誰だ。失礼な奴だな。そういうお前は誰なのか。この人は私の上官よ。酔っ払いの豚には関係のないことだがな。タマラ、そいつらの味方をするのか。父親を差し出して拷問させ公主刑にする気か。父親じゃないわ。どうなろうと私には関係ない。先に解決すべき問題があることを忘れるな。ウィッチャー、手を貸してくれるか。それがここに来た目的だからな。すでに5人の部下を失ったが、まだこの呪われた場所で何が起こるかわからん。もう5人やられたか。時間がない。ヨーバーはすぐに戻ってくる。奴らがいないってなぜわかる。いたらとっくに全滅だ。村を調べろ。まあそれくらい強いってことか。あれでも子供たちは。いやほんと、化け物いるじゃん。いや、アンナか。結局使われるだけ使われてという展開になったか。母さん。あれが母さん。それが、いや、まずない。なんとかしないと。何か来る。油断するな。さあ、さらに。狼じゃないか。狼には聞こえなかった。遥かにヤバいやつだ。お金と遥かに。遥かにって何。恐怖の匂いがする。屋上台の新する気。ウォーターハウス。でけえ。あ、てかウォーターハグになったってことか。さあ、あとはドラウナーがいる。さあ、こっちも OK。 あの君、君の希望、
美味しそう、たまらない。さあ、さらに、おお、マジでお前ってことか。看板モンスターってかね。これはちょっとクエン貼って、マジで、おお、マジか、クエン貼ってて正解。あの筋肉、かわ、脂肪、おいしそう。ああ、ジミルニだな。おいおい、どれだけ任せる気だ。おお、一発がでっけえな。痛いね。さあ、なんか若干壁にはまってしまってる感じはあるが、あ、握手して、あ、逃げ出したね。さあ、倒したぞ。あれは何だったんだ。おそらくフィンドだろうな。妖魔に気づかれた。アンナのところに化け物を送ったようだ。いつまで続くの？母さんをこんなひどい目に遭わせて、魔女たちはまだ物足りないっていうの？母さんを見てよ。ピッチャー、あなた専門家でしょ？一体母さんに何があったの？落ち着け、騒いでもどうにもなる。仕方ない、落ち着け。これが落ち着いていられる？自分の母親なのよ。彼は味方だ。考えを聞こう。ウィッチャー、この女性はどうなってしまったんだ？彼女は呪われている。前はこんな風ではなかった。妖魔に呪われたんだ。呪いを解けるか？情報がなさすぎる。一人だけで住んでいたはずはない。誰かきっと見ていたはずよ。なら誰だって？ああ、少年だ。沼地に住んでいる。時々ここに来ていたようだ。何か見たかもしれない。そいつを探さないとね。よそ者を嫌ってる。俺だけの方がいいだろう。さあ、ここでジョニーが。活躍するのかどうなるのかは何とも言えないね。まあ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 、まあ、その前にね、まあ、そのうちさっきみたいなモンスター出てき始めるんだろうけど、ちょっとレアっぽいんでね。じゃ、ジョニーの元へ行きますか。いやー、残念な結果としか言いようがないが、まあまだわからない。さあ、切り上げからの終わり。もらって、あ、重量の金はまるかいね。そんなに取ってる場合ではないんだが、急ぐか。いや、襲われてるね。どうろう。さあ、どうする。逃げたか。
避けるかそれ。相打ち。強いね。そろそろ武器も調達していきたいね。いいの。さあ、ジョニー。ジョニー。ジョニー。あれ、ジョニーもやられたか。ここにはいないようだ。何かおかしい。近くに隠れているかもしれない。周囲を調べよう。いや、出てるな。新しい足跡。ここを走っていったのか。何かから逃げていたのか。さらにこっち。なんかうめき声がするな。いや、あっちだ。ジョニー、起きろ。なんだ、誰だ。ウィッチャーか。今歌ってた気がしたんだがな。あの恐ろしいババアかと思った。ネグラに敵がいたぞ。ヨーバが送り込んできた。俺を狙ってね。ヨーバがお前に罰を。なぜだ。ヨーバを怒らせたのか。ああ、あいつらに立ち去れって言ってやったんだ。なぜそんなこと。ばあさんを助けたかったんだ。ばあさんはいつも子供たちに優しかった。あいつらがいなきゃ退屈で仕方ないだろ。ばあさんに危害を加えないようにヨーバに頼んでみたけど、子供を逃がされたことを怒ってた。なるほどね。馬が逃がしたのに腹を立てたか。何があったか見てたのか。ばあさんが間違ってケシの実と灰を混ぜてしまったんだ。分けるのを手伝ってくれって頼まれたのさ。神様にもらったこの小さな手なら簡単だろ。ケシの実を灰から拾い出してる途中、突然ばあさんが叫び出した。ばあさんの手の印が光り出したんだ。俺に向かって隠れろって叫んだ。会うようにして引き出しの中に隠れたよ。すぐにヨーバたちがヨロヨロと入ってきた。ウィービスがばあさんの髪を一さ切り取った。子供たちを逃がした罰だと言って、それからあいつらは扉を開けた。そして下へ、どんどん下へ。どうせなら地獄まで落ちればよかったのに。扉はどこに通じていたんだ。扉の下は見たが。本気で聞いてるのか。いえ、好奇心が旺盛そうだと思ってな。好奇心と愚かさの境目ぐらいは心得てるさ。さすがそこのライン引けるな。すごいね。さあ、老婆の髪を。ばあさんの髪を取ったんだ。妖婆は耳を取って音を聞くだろう。髪の毛は人の命を奴らの力に変えるんだ。髪を編み込んでおかしな紐を作ることもあるし、下に持っていくこともある。髪がヒントになると、まあ、女性の命というのの例えになってるのかな。さあ、それからどうなった。ずっと引き出しに隠れていたのか。そうしようと思ったよ。静かにじっとしてろと自分に言った。奴らが行くまで姿を見られるなってね。でもその時ばあさんが床に倒れた。叫びながら頭をかきむしるんだ。とにかく引き出しから飛び出したよ。ばあさんが子供の痛みを取るのに使ってた薬草で治るかもしれないと思って。でももうばあさんじゃなくなっていた。化け物みたいになってた。薬草は飲ませたのか。無理だった。両馬が戻ってきたんだ。ばあさんを許してくれるように頼んだよ。ブリエスが言った。悪い子ね。ああ悪い子だ。聞きたいのははいなのにいいえと言うなんて。次にウィスペスが言った。もう逃げなさい。足が腐って落ちる前に。そして三人で笑い出して俺は逃げた。そうか、まあ助けようとしたけどっていうところね。これからどうする。奴らから逃げられたのは運が良かったな。ああ、だが貴婦人たちの目はごまかせない。
生き延びるには隠れないとな。あの穴はすごくいい場所だったんだが、諦めるしかないな。沼地のもっと奥はどうだ。はあ、ああそうするしかないだろうな。お前はどうする。もう戻る。アンナに会わなければ。ありがとう。地下室が怪しいな。何があったのかを知るための手がかりがありそうだ。ばあさんを助けてくれるか。手遅れでなければな。ありがとうジョニー、無事でいろよ。ああお前もな。沼地の魔女たちに会うことがあったら俺の分もしっかりぶん殴っておいてくれ。じゃあなウィッチャー。さあここで一旦お別れと。さあ一応解決というか何か分かったみたいなんで、ちょっとね戻って話を聞きますか。いやーなかなかあの3人組は嫌な感じだね。何か分かった。やはり妖婆に呪いをかけられたようだ。奴らは彼女の髪を一つ取って下の階に消えたらしい。家の地下室だが扉は隠されている。そういうことなら時間がない。行こう。そうだな、俺が先に行く。先行する。何か見つけたら大声で知らせよう。分かった、始めてくれ。さあ、あの地下だね、先に降りた。あれ？これ今光ったから。ああ、もう空か。さあ。あ、ここだよね。前回ね、普通に開けてたからね。アイテムあさって。グラデン。さあ呪いの部屋。これほどの数は見たことがない。気持ちが悪いな。なんだこれは。黒魔術の儀式に使う装飾品だ。魔女が呪いをかけるとき最初に相手の髪を人形に編み込む。こうして魂をつかみ取るんだ。アンナの人形もここに。それを見つければ解放できるのか。方法はそれしか知らないが危険が伴うぞ。人形に編み込まれたものが見えるか。それぞれが人形が表す相手を象徴している。アンナの人形を見つけてここから持ち出さなくてはならない。なぜそこまで知ってるんだ。かなり詳しく知っているようだな。黒魔術の研究所で読んだ。最初の頃は発見次第燃やしていた種類の書物だが、最近はまず読んでみることになったんだ。魔術や迷信を勉強してるのか。大祭司はどう思ってるんだ。嫌味がね。いや俺もない。さて、危険があると言ったな。危険が伴うと言っていたが、つまり一回で正しい人形を当てないといけないのか。マジで。だが俺はアンナのことをよく知らない。お前なら俺よりは当てがあるんじゃないか。わかった、人形を見てみるとしよう。マジか、これさあ、赤いビーズがついた人形。赤いビーズがついている。アンナも首の周りにこんなものをつけていたな。ノビグラドからベンガーバーグあたりの女の半分はつけている。これじゃないだろう。他の人形を見てみるとしよう。わかった、他のものも見てみよう。さあ、鳥の羽がついた人形。鳥の羽が編み込まれている。誰のか当てろと言われたらフィリパの人形だと言うだろうな。フィリパ、フィリパエルハートか。それが本当なら。落ち着け、なんとなく思いついただけだ。妖婆の罠にかかるほどフィリパはバカではない。そもそも俺たちの目的はアンナを救うことで、フィリパじゃない。そしてアンナと鳥の羽とは何も関係なさそうだ。それは疑う余地もない。だがそう思わせるための罠で
この人形が実際はアンナのものだったら。他のものを見よう。それはない。妖婆がこんな場所にまで罠を張る理由がない。他のものも見よう。さあ、紫色の立ち葵の花がついた人形。これは絶対違うんだよね。人間の耳がついている。村の誰かのものだろうな。アンナの耳は確かに両方あった。他のものも見よう。もうね、すぐ省くね。さあ、紫色の立ち葵、うん、これは鼻のついた人形のことか。何が興味深いんだ。ただの花じゃない。スミレ色の立ち葵だ。アンナが一番好きな花だと男爵が言っていた。うん、この人形だと思うか。そうだな、ぽいのはこれだな。じゃあ、これを持っていこう。間違いないだろう。これを持っていく。急げ、外だ。さあ、これが吉と出るか凶と出るか。母さん、おお、持ち出しただけで。何も心配ないわ。たまらん、私はもう長くないわ。弱っているようだな。何が起こったのかわからないだろうからな。疲れてしまったんだろう。ゆっくり休め。いいえ、聞いて。命ある限り永遠に私は妖婆のしもべ。呪いが解けた今、私の命もなくなるわ。母さんは何を言ってるの。ウィッチャー、妖婆に。ああ、どっちかな。妖婆にはめられたようだな。呪いは死の宣告で解くことは不可能だった。少なくともアンナが生きている限りは。呪いは一時的に解けただけだ。今から死の呪いが効力を表す。なんですって。どういうこと。アンナは死ぬんだ。あなたたち一緒にいるのね。嬉しい。アンナ悪かった。全てのことを謝りたい。母さん。たまらん、覚えてる。アイナに言った時のこと。もちろんよ。甘いプラムも、母さんの淡いドレスも、花の冠も忘れるわけない。一日中笑って過ごした。思い出の中でその時の母さんでいさせてね。いやー。礼を言う。タマラは別れを言えた。お前のおかげだ。力不足ですまなかった。さあ、永遠の炎が苦痛を和らげてくれるだろう。放っておいてくれ。報酬はクローパーチで渡す。いいな。君は何も悪くない。さあ、一応お別れの言葉が言えただけまだ良かったというところか。いやー、なかなか考え深いところではあるね。まあ、結果呪いの反動でということで。ああ、そうだよね。ただじゃすまんだろうな。まあ報酬をちょっとねもらいに行きたいんだが、クローパーチ遠いんでね。ちょっとファーストトラベルしていきますか。そうか、そういう結末か。いざクローパーチ。
さあ、クローパーチに戻ってきました。まあちょっとね、ここで男爵がどうなるのか。いやーでもさー、あの3体の魔女とはどこで会うんだろうね、結果的にね。まだねー、どうなるか分かってないしね。あ、ここにあったか。まあ今となってはって感じなんだけどね。一体何があったんだ。首を吊ったのさ、見ればわかるだろう。はあ、マジか。酔っ払っていたのか、お前が手伝ったのか。酔っ払っていたのか。酔ってたのか。ああ、いつか酒で身を滅ぼすとは思っていたんだ。大きな悪と小さな悪、本当ならどちらも選びたくないものだ。だが大抵はどちらか選ばざるを得ない。大きな悪を選んだ方がわずかながら良い結果を生むこともある。沼地の孤児たちを救ったとき、アンナが命を落とすことになるとは思わなかった。そして男爵が妻をその地に残して、首を吊るとも考えていなかった。何かを決断したら、振り返らず前を見るべきだ。大切なものをすべてなくしたんだ。生きる気力を失うのも無理はない。お前たちはあまり気にかけていなさそうだな。なんだ、地べたに座って泣き叫んでた方が良かったか。男爵は優秀な兵士だったが、クローパーチに落ち着いたことで気が抜けたように手ぬるくなった。これからは俺たちが新体制を築いてやる。楽しみだよ。さあ、血まみれ男爵。いやー、やっぱこのゲーム面白いね。まさかの最後ね、こうなるとは。まあクエストの進め方とか選択によって全く変わるらしいんだけどね。でも逆に言えば、そこで子供を助けなかった場合、どういう結末になっていたのかと。赤瀬野郎、お前も昨日は飲みすぎたみたいだな。布製の人形。そうか。村を焼いたのは男爵たちじゃない、ワイルドハントよ。全員が勇気にやられたの。牛乳みたいに白い感じだ。牛乳があったら。さあ、ということでクローパーチはだいたいこれで話は終わりかなと。いやー、サイドクエストすぐ終わるだろうなと思ったんだけど、なかなか話がさ思った以上にって感じだね。まあ完了ってことで、一つの話の終わりといったところだね。で、次回がどうだろうね。これシリを追ってになるのかな。ノビグラードにいるか確かめるということで、次回はノビグラードに行ってみますか。確かね、ノビグラード自体はどこそこ行ってて、行った記憶があるんだよね。ノビグラド、ノビグラド。ここ。こっちだっけ？どこだっけ？オフセンか、こっちは。
ノビグラドって、ちょっと待ってね。あ、ノビグラドこっちか。はあ、じゃあエリア移動してってことか。でもノビグラドにはどうやって行くんだろうね。この土地レダニア領があったか現在と。これはファストトラベルか。まあまあまあ、次回ね、ちょっとノビグラド行くまではしようかな。多分ムービーが始まるんじゃないかと思ってるんだけど。いやー、あの馬の悪魔の正体が結果わかんないんだよね。でも逆に今考えれば、あの魔女たちが押さえつけてたっていうことを考えると結構強いものだったのかもしれないね。さあ、世界地図。いや、やっぱここか？ノビグラド。まあ、行くか、ここのあたりね。はい、ということで、まあ次回ちょっと調べながらやっておこうかなと思いますので、ここまでしたいと思います。まあ、なんとも言えないというか、感慨深い内容でしたね。ではでは、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。